脱獄しようとしたんだったな。牢をぶち破るってことは爆弾か何か隠し持ってんだろ。何も持っていないようです。なわけねえだろ。こんな家庭牢が簡単に開くわけねえ。ちゃんと調べろ。その牢なら手で開けた。今やってみせるか。それならそれで危険だな。騒ぎになる前にここでぶっ殺しとくか。ジャグラ隊長、落ち着いてください。許可のない処罰は禁じられています。くせ。おいお前ら、こいつを地下2階、いや、地下10階の地獄牢に移せ。え？でもあそこにはすでにあいつが。あいつと同じくらい危険ってことだよ。しかし、この男の罪状は場外の殺人です。その程度の罪であれば、せいぜい地下2階が限度ではないかと。手の力だけでこの牢を破ったって言ってんだ。地下2階はここと同じ牢。また脱獄するかもしれない。それじゃあ地下3階でどうでしょう。ここよりずっと牢も固く、監視も常についています。地下3階ならば上の許しも得られるかと。分かった。おい、てめえ一体何考えてやがる。なぜ捕まった？なぜ逃げた？なぜ戻ってきた？お前はエデンで何する気だ？俺はエデンで人を探したい、それだけだ。はあ？人探しだ？頼みがある。頼みだと？ねえ、どの面下げて言ってんだよ。俺、囚人討議というものがあると聞いた。俺をそれに出場させてくれ。なんだと？お前、なぜそのことを知っている？昨日ここを出た時に町の女に聞いた。この町で自由になりたいのならその討議に出て優勝しろと。はっ、優勝か。その女も大層なご趣味をお持ちのようだな。ん？そうだな、わかった。出場を許可してやる。ジャグレ隊長、いいんですか？囚人討議への参加は本人の意思に委ねられている。俺がどうこういう筋じゃねえからな。それに手間が省けてちょうどいいじゃねえか。しかしお前ついてるぜ。なんてったって今日が開催日だからな。おい、後でこいつに囚人討議の説明をしてやれ。あ、はい。そうだ、一つ大事な話を忘れていた。囚人討議で腕を折られようが足を失おうが一切治療はされねえ。負けて牢に戻されて傷が原因で死ぬってのもよくある話だ。どうだ、それでも出場する気に変わりはねえか。はあ。よし、じゃあ決まりだな。お前の出場手続きはこっちでやっておく。楽しみにしてるぜ。
おい。
なあ、お前もし優勝したら何が欲しいんだ？俺はな、自由なんか望んじゃいねえ。それよりもな、あの女とやるって決めてんだ。殺せんねよ。待ちに待った囚人闘技の時間よ。1回戦はルールなし、制限時間なしのバトルロイヤル。最後まで生き残った一人が勝者よ。賭けの準備はできてる？この中の誰が五体満足に生き残ることができるの？さあ、ゴミより価値のない最低のクズたちよ。囚人闘技1回戦 A マッチ、命の限り殺し合え。助ける気はねえからな。間違っても死ぬんじゃないぞ。ああ、お前らみたいなキャラっかいな、すぐひねりつぶしてやるよ。おい、お前、俺の邪魔するんじゃねえぞ。邪魔したらすぐぶっ殺すからな。そりゃこっちのセリフだよ。ああ、言い忘れていたけど、同じ組の人間を攻撃したらそこで失格となるからね。もちろん相棒を殺しちゃダメよ。
同じ組の人とは協力して戦ってちょうだい。チッ、それじゃあ次の戦いを始めるわよ。お前の剣、北斗神拳だな。あの人間の死に様、そこいらの流派じゃ見れない芸当だ。昔師匠のクソジジイから聞いたことがあるぜ。伝説の暗殺剣と言われている北斗神拳をまさかこの目で見ることができるとはな。やっとか。わざわざ人を殺しまくってきた甲斐があった。ようやく本気の殺し合いが楽しめるってもんよ。とんでもない男がエデンのコロセウムにいるというのはお前の話だったのかもな。お前は身につけた剣を何だと思ってるんだ。まさか伝説の暗殺剣を使うやつに惹かれるとはな。知れたこと、人殺しの道具よ。お前文句でもあるってのか。なあ、お前も護身やエクササイズでその剣を習得したわけじゃないだろう。この闘技で優勝して何を望むつもりだ。そうだな、人殺し放題の許可証でも頼んでみるかな。これだけ命張ってんだ、それぐらいの見返りがあって当然だ。俺には理解できない望みだな。こんな狂った時代に正論吐こうとしている方が理解できねえよ。それより北斗神拳の神髄しっかり味合わせてくれよ。残ったのは二人の剣士。囚人闘技で久々の剣士のタイマー見せてもらおうじゃないの。始め。でも次で終わりだ。
験を実行するもことごとく失敗。閉じ込めておくことしかできなかった地下10階、地獄牢の住人。今回のデビルリバースは最強の挑戦者をどう料理するの？優勝なんてできるわけねえんだよ。あの化け物に勝てるわけがねえんだからね。おい、ケンシロー、囚人闘技ってのは要は囚人の公開処刑なんだよ。どんなに勝ち残っても最後はおいつの餌になって終わりだ。まさかデビルリバースを倒すとはね。あなた本当に強いのね。町の指導者には会えるのか。安心して、今からここに来るわ。それにしても歓声がうるさくて仕方ないわ。みんなデビルリバースの練習にかけてたんだけど、不思議なものね。今回の賭けは私の一人勝ちだったようですね。ええ、あなただけよ、ケンシロウに賭けていたのは。
お酒でもおごってもらわなきゃやってられないわね。考えておきます。また会えましたね、ケンシロウさん。お前は？私はこの町、エデンの統治を任されているキサナと申します。お前がエデンの？優勝おめでとうございます。エデンの王さんが優勝した者の望みを聞く。それがこの囚人討議の定めとなっています。それではあなたに問います。あなたはこのエデンで何を望みますか？俺はこのエデンにいるユリアという女に会いたい。それだけだ。わかりました、ケンシロウさん。あなたにこの町での自由を与えます。おい貴様、正気か？お前も見てただろ、あんなわけのわからねえ剣法を使う人間なんだぞ。ジャグレ、ケンシロウさんは勝ったの。勝った人間の望みをエデンの王さんが聞く。それが囚人討議の決まり事のはずよ。それはいいですね、ジャグル。感謝する。ケンシロウさん、今日からあなたはエデンの住人です。あなたの望みがこの町で叶うことを願っていますよ。おい、てめえ、貴様の許しをもらおうとなんだろうと、俺はてめえのことを絶対に信用しねえからな。この町で自由に過ごすことも許さねえ。変なことしねえか、ずっとそばで監視してやる。いいか、少しでもおかしなそぶり見せたら、その瞬間にお前をぶっ殺してやるからな。そうだ、ジャグレ、ケンシロウさんにエデンを案内してあげてください。ちょっと待て、なんで俺なんだよ。